右手からモズアスポットの登場です。父フランケル、母インディア、母の父ヘネシーの7歳です。種付け料は受胎条件の250万円ですが、事前のお申し込みや公表により締め切らせていただいております。昨年は167頭の繁殖牝馬に種付け、アロースタッドでトップの数字です。すでに3区も誕生しておりまして、実際に見させていただいたんですが、モズアスポットによく似たお尻が大きくバランスの取れた馬体をしておりました。皆様の中にはアロースタッドのツイッターで小出しの良さをご覧になった方もいらっしゃると思いますが、非常に遺伝力の強いところを見せています。さて、本馬は安田記念とフェブラリーステークスという芝とダート両方で G1 制覇を達成したミラクルフォースですが、今日は血統面での素晴らしいところをお伝えします。父のフランケルは昨年産駒が欧州で大ブレイク、ついに自身の父ガリレオが11年守ってきたイギリス、アイルランドのチャンピオンサイヤーの座につきました。昨年亡くなってしまったガリレオも譲った相手が自身の最高傑作と言われる息子でしたら、思い残すことはなく天国から見ているのではないかと思います。母のインディアはアメリカで走り、トリティオンハンデという3歳牝馬による G2 の重賞を勝っています。このレース、何しろ歴代出走馬のレベルがものすごく高く、現在は G1 に格付けされています。 G2 時代を含めた勝ち馬の名前を挙げると、アシャード、ルーラビ、ジョスル、プライムプリティ、アンタッパブル、ミッドナイトビズ、ソンバード、ハブレット・グレイスなど、なんとアメリカ競馬を代表する名品がずらりと並んでいるんです。それだけのレースを勝っているのですから、本場の母インディアも G1 レベルに匹敵する相当優秀な競馬を競走馬であったといえます。そんな父と母の間に生まれたモズアスポット、受胎条件は250万円満喫となっておりますが、当日の状況によっては種付けもいただけますので、アロースタッドへお問い合わせください。本年もモズアスポットをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。